ちは。こんにちは。さあさあさあ、今日は、やっとやっとです。そんなに待った？やっと待ちました。待ちました。はい、何？日ハムのドラ1、吉田輝星投手、6月12日の札幌ドーム広島戦で先発。はい、俺解説するぞ、お前。ラジオで。マジっすか？なんで声揃ってんの？いやいやいや、それだって、そうだ、先発することが決まったと。ちょっと待って、11、12って解説するんです。マジっすか？じゃあもう、まさにっすね。うわ、すごい。合わせた。合わせてください。どっちかが合わせたんですね。どっちか。吉田選手は。いや、それ向こうが合わせた。なんで？いや、吉田は、ファームで投げてる時も見に行ったからね、初動画の時。そうですよね、動画の動画の動画の。いや、あれからどんな成長を遂げたかっていうのを見れるんだ。縁感じますね、なんか。なんか縁感じるな。いや、初登板ということで、しかも広島交流戦ですけども、楽しみですね、もうただただ。札幌ドームっていうのがいいね。そうですね。まあ、地元でもちろん投げるっていうこともあるし、バティスタとか鈴木誠也とかさ、意外とホームランバッターも多いじゃない、あそこは。でも、札幌ドームって広いから、まあそこで先発するということはいいことだよね、うん、思い切っていける、はい、まあ一つそれが利点がある、うん、ただ2軍戦見てるとさ、はい、どうしてもスピードガンを気にするんだよね、あいつ。ああ投げたらパーッと見るわけよ、スピードガン、後ろの。そうじゃなくて、スピードと競争するんじゃなくて、はい、相手のバッターと勝負をしてほしい、うん、競争してほしい。抑えられるか抑えられないかという、はい、そういう戦いをしてほしい、うん、無我夢中で。そしたら、いい星の下に生まれてると思うんだよな、あの子は、はい、やっぱ甲子園で準優勝するぐらいだからさ。だからそれなりの結果、ボロボロにはならないような気はするけどね。もうなんかもうイケイケで、イケイケでいったら、はい、おそらく捕まる、はい、あ、どうですか？逆になんかもう、そういう精神ではいってほしいけど、気持ち的にはもうもちろんやっぱ散らすとこは散らさないはい、そうですね、公式戦。でもどのぐらいの球を投げるのか、はい、ちょっと注目だね。その強打者を相手にズバッとこう。いや、俺札幌行くから楽しみになった。すごいすごいすごい。打線の雰囲気もありますよね、やっぱり吉田輝星投げるならっていう。まあ打線もそんなに急には悪くならないと思うし、今上り調子で来てるから。だからそれなりの援護、まあただ相手のピッチャーが誰かということだよね。そうっすね。1週間後、この撮影日から1週間後なんで。大瀬良、大瀬良、いや今日大瀬良投げるから。そうですね、今日大瀬良。あ、ありますね。その辺ありますよ。大瀬良じゃない？どっちが勝つとか負けるとかいうよりも、やっぱデビュー戦だから、やっぱこうしっかりした形を見せてほしいよな。次へつながる。勝ち負けはさ、時の運もあるじゃん。まあまあそうですね。だからそこまでは期待しないけど、大皿と投げ合って、仮によ1-0、2-1でマウンドを降りたって言ったらさ、立派に渡り合ったことになるんですよ。いや、自信になりますよね。ただまあもちろん勝つのがベストだよ。ベストだけど、相手があることだから、そんななかなかそううまくいかない。で、仮に大皿だったらさ、今やセ・リーグで今永と並んで安定感抜群のピッチャーだもんね。だからそのピッチャーと投げ合って、まあそれなりの形をね見せてくれたら、それはもう勝てるよ。いやー、まあでも期待しようよ。いやー、もう思いっきりやってほしいです、本当に。で、この動画が流れる時は、僕は動画を札幌で見てるという。そうで、次の日実際に、いや11、12だから、多分中継中に動画が流れて。まあその時も言ってるよな、明日は吉田輝星がプロ入り初先発ですからみたいな、挟みつつちょっともうそれ一色になるんだよね。